大木雄字作紫色部紫の花勉強色が白く眉毛はほっそり体は少し痩せていましたが紫色部は大変可愛らしい女の子でしたお母さんはずっと前に亡くなりましたが優しいお父さんがありました お父さんは朝廷に勤める役人で身分は低いけれど大変学問のある人でした若い時に天使様の勉強のお相手をしたこともあるくらいです学問をしっかりやらなくてはいけないよ学問は尊い学問をすればいろいろなことがわかるから立派な人になれるお父さんは いいつもこう言っていましたお父さんの名は藤原のたと時先祖は藤原の鎌足りといってやはり朝廷に仕えて大きな手柄を立てた人ですそれから後藤原家の人々はずっと朝廷に仕えて関白とか大臣とかいう高い位についた人が大勢ありました お父さんのためときはあまり高いくらいにつくことはできませんでしたが学問では誰にも負けないという評判でしたある年の春の夕暮れですようやく七つになったばかりの式部はただ一人屋敷の庭に出て遊んでいましたふと見ると隣屋敷の屋根の上に赤い夕日が しんででいくところでしたお兄様どこにいらっしゃるの式部は家に駆け込みましたここだよひさしの下から兄さんの信ののりが顔を出しました信ののりは四つ違いの11歳で式部に比べれば体も大きく口の利き方も兄さんらしく 大人びていました兄さんはさっきからここにいるよ。おもしろいものをみていたのだ。ごらん、あのふじの花を。信頼は庭のぶのりはにわのすみをゆびさしました。むらさきいろのふじの花ぶさがおもそうにたれさがり、はなのまわりをきんいろのあぶがぶんぶんととびまわっているのがみえました。ぷーんと。 花のにおいまでが紫のようです。きれいね。式部はこう言いましたが、すぐにまた。お父様が御所からお戻りになるころよ。お兄様、勉強していないといけないことよ。さあ、勉強しましょう。そう言って、信則の手を引いて奥へ入りました。奥は広い部屋でした。 ところどころに、記帳というついたてのようなものを置いて、いくつにも仕切りがしてあります。信則は机の前に座りました。そして、式という本を開きました。式は昔中国から伝わってきた本で、そのころ学問をする者が必ず一度は読む本でした。漢字ばかりで、 ななかなか難しい本です難しいな。信則は少し読んだだけであくびをしそうになりました。いけないわ。式部はこう言おうとしましたが慌てて口を押さえました。そんなことを言っては兄さんの信則に悪いと思ったからです。その代わりに遠慮深く言いました。お兄様。 私にも見せてください。一緒に勉強しましょう。ううん、そうしよう。一緒に読もう。二人は声を揃えて読みました。まもなく小鳥、ことりことりと、靴の音が近づいてきました。お父様よと式部が言いました。ああ、そうらしいね。靴音ですぐわかる。 信ののりはにっこりして顔をあげました。その目の前に冠をつけたお父さんのため時が立っていました。おお勉強か。関心関心。ため時は二人のそばに座りました。お父さんが聞いていてあげよう。さあ読んでごらん。はい。信ののりはもうあくびどころではありません。 一字も間違えてなるものかと一生懸命に声を張り上げました。けれどもスラスラとは読めません。時々わからない字に出会って言葉が使えてしまいます。そんな時のポッと赤くなった信ぶの顔の悲しそうなこと。式部は兄さんが気の毒になってそのままにはできません。自分が知っている時には そっと兄さんの耳のそばへ口を寄せて小さな声で独り言のように読んで教えてあげました。信則はこっくりをして式部の教えた通りに読みました。それで間違いはなかったのです。式部はまだお父さんから勉強を教えてもらいませんでしたが信則の読むのをそばで聞いているうちに自然に覚えてしまったのです。 お父さんのため時はそれを見ていても気がつかない風に庭の藤の花を眺めていました。よろしい、今日はそこまで。しばらくしてからため時は言いました。静かに本を閉じた信則が向こうへ行ってからお父さんはしき部と呼びました。お前は 兄さんの読めないところをちゃんと覚えている。教えないのによく知っている。おまえは生まれつき学問がよくできるね。式部はそう言われてはずかしそうに下を向きました。お兄様の方がよくできます。お兄様の読めないのはちょっと忘れただけでしょう。そうかもしれない。いやそうだろう。 信範もお父さんの子だもの学問のできないわけはないけれどお前はなおよくできるお前が男の子だったら学問をしてえらい出世ができるのにお父さんはお前が男の子でなかったのを本当に惜しいと思うよため時は残念そうに言いましたお父様 式部はため時を見上げました「私男の子になれないかしらとんでもない」「式部女の子は女の子でいいのだよそんなことを考えるものではないお前は誰よりも優しい女の子になっておくれ」ため時は頭を振って言いました「かぐや姫」 式部の家には本がたくさんありました。漢字ばかりの難しい本、絵がたくさん入っている金で書いた本、その他いろいろありました。漢字の本はお父さんのため時が勉強したのでしょう。金の本は亡くなったお母さんが読んだものでしょうか。その頃の本は大抵中国から伝わってきたもので、 学問といえば中国の本を読むことでした。四季とか論語とかを読んで勉強しなくては学者にはなれませんでした。こういう本を読んで試験を受け成績の良いものだけが役人になれたのです。お父さんのため時もそうでした。お父さんのおじいさんの兼助もやっぱりそうして役人になり、 朝廷に使えたたのでした式部の家に本がたくさんあったのは先祖の中に学者や和歌を作る人が大勢いたからです式部も本を読むのが大好きでしたまたお勉強ですか式部が本を読んでいるのを見てばあやが言いました式部の周りには ほんがやまのようにつんでありましたばあやはそのなかからいっさつをとりあげて式部のひざにのせました「このごほんをおよみになりましたか?」とばあやがききました「い,いえまだ」「このごほんはひいおじいさまのかねすけさまというかたがおかきになったものといわれているのですよ」 まあちっっとも知らなかったわ式部は膝の上で本のページを開きました「ひいおじいさまはえらい学者だったのでございます。ですからこのような本がお書きになれたのでしょう。式部さまもひいおじいさまに負けない立派な学者になってくださいましね。でも私。 棚はにっこり笑いました。なれるかしらなれますとも棚部様はかぐや姫のお話をちゃんと覚えてしまわれたのでございますもの。ばあやもにっこりして言いました。かぐや姫のお話は何度聞かせていただいても面白いお話でございますよ。 今日もお話ししてくださいませんかええ、あのお話ならできるわ。式部は一冊の本を取り上げました。それは竹取物語という日本で一番初めにできた小説の本です。式部は何度も読んだのですっかり覚えていました。字を読まないでも、絵を見ないでも、 上手に話すことができました。昔々、あるところにね、心の優しいおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは竹細工を作っては町へ売りに行き、それで暮らしを立てていました。ある日、おじいさんが竹を取りに竹やぶへ入っていくと、なんと不思議なことでしょう。一本の竹が、 きらきらと光っているではありませんか。式部がそこまで話したとき、式部さん、私にもお話を聞かせてくださいな。優しい声がして、隣のお姉さまが庭から入ってきました。あらと式部は顔を赤くしました。隣のお姉さまは 式部の仲良しでした。年下の式部を本当の妹のように可愛がってくれました。面白いお話をしてくれることもありました。難しい字を教えてくれることもありました。また、買い合わせやすごろくなどの遊びをしてくれるのもこのお姉さまです。式部はお姉さまが一番好きでした。 お姉さまと一緒に暮らし会いたい時には一日二度も三度も隣の家へ出かけていきました式部の名を呼びながら今日のようにお姉さまの方からこちらへ来ることもありましたお姉さまはいついらっしゃったのさっきからそこにいたのよかぐや姫のお話 私にも聞かせてね。ええー、どうぞ」とばあやがやさしく言いました。さあ式部様続きを話してくださいな。ばあやはお姉様と一緒にお聞きいたしましょう。ばあやはきちんと手を膝の上に置きました。「わたくしも」とお姉様も手を膝の上に重ねました。 おはなしがへたでもわらわないでね」と式部はすこしはにかんでからまたはなしをつづけましたとなりのおねえさまおじいさんがみつけたピカピカひかるふしぎな竹どうしてひかるのでしょうおじいさんはきみわるくおもいましたがすこしずつそばへちかづきました ピカピカ光る竹を根元からちょんと切りました。するとまあどうでしょう。竹の中にかわいらしい女の赤ちゃんがいるではありませんか。おおかわいい子。泣くんじゃないよ。とおじいさんは女の子を抱いて急いで家へ帰りました。それを見ておばあさんも大喜びです。 その女の子は、かぐや姫と名付けられました。おじいさんとおばあさんは、姫よ姫よと大事に育てました。姫は十五になりました。そして、日本一の美しい娘になりました。おじいさんとおばあさんは、どこかよいところへお嫁にやろうとしましたが、かぐや姫は寂しそうに言いました。 私はお嫁に行けません。お月様のところへ帰ります。おじいさんはびっくりしました。おばあさんは口がきけなくなってしまいました。おじいさん、おばあさん、長い間、大変お世話になりました。本当のことを言いますと、私は人間ではございません。月の世界のものでございます。 今度月が丸くなった晩に月の世界へ戻らなければなりません。かぐや姫はほろっと涙をこぼしました。こぼれた涙が真珠のように美しく光りました。天使様がこれをお聞きになっておじいさんの家を兵隊に取り囲ませました。かぐや姫を 月の世界へ返すまいとしたのです。でも、それはだめでした。十五夜の晩に月の世界からかぐや姫の迎いがやってきました。青い月の光を浴びた車がスーッと降りてきました。兵隊たちは目がくらんで弓を投げ捨て刀を落としてはっと手をついてしまいました。 かぐや姫は美しい車に乗りました。おじいさん、さようなら。おばあさん、さようなら。姫の震える手が空のかなたで白く光って見えました。おじいさんとおばあさんはいつまでも姫の行方をじっと見送っていました。そしてその目の中に月の光が しみ通っていくように見えました「かぐや姫のお話はこれでおしまい」式部は恥ずかしそうに言いました「何度お聞きしても美しいお話でございますよ悲しいお話でございますよ」とばあやは着物の袖で目を拭きました「本当にいいお話ね」 隣のお姉さまは声を落としました。かぐや姫とおじいさんおばあさんのように、誰でもいつかはお別れしなければならないのね。どんなに仲良くしていても、遠いところへ行ったり、人間の命が終わるときが来れば、別れ別れになりますのね。いやいや、そんな悲しいこと、いや。式部は お姉様、ま、どこへもいらっしゃらないでねどこへも行きませんわわたしこうしてあなたといつまでも一緒よお姉様は式部の柔らかい手をしっかりと握りましたけれどもそうはいきませんでした二人にも いつかは別れの日がやってくるのです。お姉さまも式部も大きくなって模擬の式を済ませました。模擬の式が済めばもう子供ではありません。大人の仲間入りをしたことになるのです。大人になると子供のように外を出歩いたり気軽に隣へ遊びに行ったりすることもできません。お姉さまは めったに式部の家へ姿を見せなくなりました。式部も同じことでした。心の中でお姉様に会いたいと思っても、隣へ行くわけにはいきません。女はあまり家の外へ出ないもの、人とも会わないものと、そのころの世の中では決められていたのです。花の散る日や月のきれいな晩など、 やしきからコロリンシャンと琴のねのきこえてくることがありましたああ、おねえさまがひいていらっしゃるのだわわたしもいっしょにひきましょう式部も琴をひきましたコロリンコロリンコロリンシャンシャンコロリンとなりのおねえさまのひく琴のねと 式部の引くことの音は一つになって高い高い空の月まで届くかのように美しく澄んで聞こえました父の出世お父さんのため時はある日御所から戻ってくると式部と信則の二人に言いました朝廷では 私に淡路へ行けというお話だよ。つまらなそうな声でした。淡路ですってと信徳は声の調子を弾ませながら言いました。すると国史になられるのですかそうだ国史は国史だが考えてみてごらん。私はもう五十に近い年だよ。 クロード式部の城と低い役を務め上げて式部大将になってからでも10年は経っている今さ更淡路守とはひどいと思わないかい私はちっとも嬉しくはないよでもお父様そばから式部が遠慮深く言いました式部大将よりも 淡路守の,の方が偉いのでしょううん出世といえば出世だがため時はむっつりとうなずきました国司といえばその国を治める一番上の役人で今の県知事のようなものでしたですから大きな良い国の国司なら良いのですが淡路のような 小さな島国の国志には喜んでなる人はいないのでした。気候が良くて産物のたくさん取れる国を大国と言いました。それから上国、忠国、下国とだんだんに悪い土地になるのです。淡路は一番低い下国の一つで、おまけに海の中の不便な島国でした。 下国の国士など、辛いことや不便なことばかり多くて、楽しいことは少しもないよ。お父さんはあんなところへ行きたくないのだ。ため時はそう言ってため息をつきました。信範と式部は元気のないお父さんの顔を見ると、それきり黙ってしまいました。その晩のことです。ため時は、 のぶのりやしき部が寝てからもただ一人起きていました。寂しい陰帽子がぼんやりと貴重に移ってじっとうなだれたまま動きませんでした。ため時は夜明け近くなってからすずり箱を引き寄せて墨をすり筆を取り上げました。考え考え何事かを紙に書き記し,しました。 時詩を作っためはしかしそれはただの詩ではありません。そのよ、自分の心に思っていたことを役所に訴えるための詩でした。私は勉強しました。冬の寒い時などは辛くて涙がこぼれるほどでした。でも勉強してえらい役人になろうと一生懸命にやりました。 それなのに、今度の役目は低いので、がっかりしました。天を見れば、空は青くてきれいなのに、私は少しも楽しくありません。残念です。こんな意味の詩でした。左大臣の藤原道長という人が、これを読んで、ため時を大変気の毒に思い、一条天皇にお話ししました。 一条天皇も道長の言うことを最もだと思いました。そこで天皇は道長にため時を越前の国史にするよう新しく言いつけました。越前の国は淡路のような下国ではありません。忠国でも上国でもありません。そのまた上の大国で国も広く産物も多いばかりか。 賑やかな町もたた。くさんありました日本海に向かった敦賀という港などには中国の船が出入りして中国人で町に住み着いたものも少なくありませんでした越前の国司になったため時は心から喜んで靴音も軽々と屋敷に戻ってくるなり「信徳式部」。 ふたりをよびましたお前たちも喜んでくれ私は淡路へ行かないことになったその代わり越前へ行くお父さんは越前守になったのだぞまあよかった式部は目を輝かせました本当ですかお父さんよかったですね信則は飛び上がるばかりです お父さんが詩を作って、左大臣様に差し上げたからでしょ。天使様もそれをご覧になって、お父さんの心がよくお分かりになったのですね。やっぱりお父さんは偉いんだわ。お父さんの詩は天使様の心を動かす力を持っているのだもの。すばらしいわ。一生懸命に作ったからだよ。あの詩には。 このお父さんの心がこもっていたのだそうですねだから学問をしなければいけないのですねよし今日からは今までよりもしっかり勉強しますお父さんに負けないよい詩が作れるようにします信則が言えば式部もそばから言いました私もその日から式部の家は 急に春が来たように、パッと明るくなりました。昨日まで、しんと静まり返った家の中から、賑やかな笑い声が漏れ、時々は、ためときや信のぶの,りの歌う、今用という歌も聞こえました。しかし、喜んでばかりもいられません。越前は遠い国です。京都からそこへ行くには、 4日もかかるのです。旅の支度をしなければなりません式部はばあやと一緒に忙しく立ち働いて旅に立つ日を待ちました朝徳2年996年の春の初めでした京都を囲む山々にはなお冷たい風が吹いていましたが 町にはようやく明るい春の日ざしがさしていました。ため時は越前をさして京都を立つことになりました。式部も一緒です。大丈夫かな途中でえ帰ると言っては困るよ。ため時は冗談を言いました。大丈夫です。私もう十九ですもの。子供ではありません。 式部は言いました。自分のことよりもお父さんのため時の体を心配しているのでした。国司は4年間その国の務めを果たさなければなりません。ため時と式部はこれから4年の間越前に行ったきりで京都へは戻れないのです。小さい時から育った京都の町は懐かしい町です。 それまで式部は京都から外へ出たことがありません。遠くへ行くのは今度が初めてです。嬉しいような寂しいような気がしました。京都の町ともしばらくお別れだわ。隣のお姉まのおっしゃったとおり別れは寂しいものだわ。あちらの山、こちらの山に式部は寂しい目を向けました。 寂しいことは、それだけではなかったのです。式部が越前へ向かう前に、隣のお姉様が、式部にはさようならも言わないで、遠いところへ行ってしまったのです。九州の肥前へ、お父さんの務めが変わったので、一緒について行ったのでした。お目にかかると、泣いてしまいそうですから。 わざと会わずに参ります。式部さん、悪く思わないでください。お姉さまは式部の家のばあやにこう言い残していきました。そして、何わずまで行ったとき、使いのものに和歌を持たせて起こしました。海辺には鳥が遊んでいます。あなたとご一緒だったらと、鳥を見ながら、 あなたと遊んだことを思い出しています。そういう意味の和歌でした。お姉様、ま、お大事に。とうとう別れ別れになりましたのね。私もこれから越前の国へ参ります。けれど、どこへ行っても、お姉様のことは決して忘れません。式部は摂津の方を向いて、 この中で言いま冷たい朝風の吹く都大路をひめの音も高く馬に乗った人が進みそれに続いて牛舎がわだちの音をにぎやかにきしませていました。 周りをけらいと思われる人たちが取り囲んでいます。騎射の中は四季部で、馬に乗った人はお父さんのためときです。兄の信則は御所の務めがあるので都に残りました。四季部、寒くはないか？いいえ、少しも気持ちがいいわ。騎射のすだれの隙間から四季部は。 たた。め時を見上げて答えましたいよいよ越前への旅が始まったのです。鴨川の流れの音も乗り物の中で聞きました。大阪山の辺りでは名も知らぬ山鳥が行列に驚いて飛び立つ葉音も聞きました。都育ちの式部には胸の弾むような物珍しさでした。 大阪山の関所を過ぎると、辺りはすっかり田舎らしくなりました。き木を積んだ車に出会ったり、荷物を背負った人に行き合ったりしました。この関所を越えると、都はもう見えません。道は、近江の国に入りました。海のように広い琵琶湖の水が、どこまでも広々と広がって、 白いほかけ舟が白鳥のように浮いているのも見えました。やがてお昼ごろです。みんな、休むがよい。ため時の言葉に、家来たちは草の上に腰を下ろしました。男は男でひとかたまりになり、女は女だけで寄り合って、弁当を食べ始めました。式部はお父さんと並んで食べました。 しき部いい景色だね。ため時はまぶしげに目を細くしました。はいすがすがしい眺めですわ。岸辺では漁師たちが魚を取る網を引いていました。そして少し離れたところでは真っ白い鶴が2、3羽魚をついばんでいます。波が 静かに岸に打ち寄せますその音は式部の胸の奥まで響きました式部はなんとなく悲しくなりました京都の景色が胸の中で式部を招いているように思えたからですさあ出かけようみんな元気で行こうため時が立ち上がると家来たちも立ち上がりました また旅が続くのです。琵琶湖も渡りました。山を越え、川を越えていきました。そして、四日目の夜。ようやく越前の国府に着くことができました。国府は、今の竹筆だろうと言われています。ため時の住むことになった屋敷は、広くてなかなか立派でした。 庭に降り立つと東北の方にぐっとそびえた高い山が見えました。お父様あの山は何という山加賀の白山だと溜め時は言いました。どっしりとしていて立派な山ね。式部はそう言いましたが朝夕眺めるこの白山だけが 式部の友達になってしまいました。私にはお友達が一人もないの。誰も話し相手になってくれないの。越前は寂しいところね。式部は山に向かって言いました。冬が来ると山には雪が積もって、白山という名のとおり真っ白に光りました。 夏は日を受けて紫色に染まりました。ため時には式部の寂しがっているのがよくわかりました。それで中国人から買った珍しい品物などをお土産に持って帰ることがありました。しかし式部はあまり喜びませんでした。式部、お前は京都へ帰りたいのだろう。 ためときが聞きました。はい、お父様。返していただけますかわがままを言ってすみませんけれど。年をとったお父さんでさえ、京都のことを考えると飛んでいきたいくらいだもの。若いお前が京都へ帰りたいのは無理もないことだ。でも、お父様一人では。 寂しく「はありまはんは <laughs> お父さんは大人だよそれに大事な役目があるからそんなことを言ってはいられないお父さんのことは心配しないでおかえり京都の町がお前を待っているよ」「め時は元気に言いましたしかしため時も本当は寂しかったのです」 でも、式部の寂しげな様子を見るのは、なおさらつらいことだったのです。娘の式部を喜ばせるためには、自分のことなど考えてはいられないのでした。それでは、お父様、お達者で。冬の冷たい風の日に、式部は旅の支度をして、ため時に別れの挨拶をしました。 白山は雲に包まれて見えませんでした。式部は友のものと一緒にいそいそと京都へ戻りました。兄さんの信範は式部が帰ってきたのを見ると大喜びで。いやあ式部よく帰ってきたね。会いたかったよ。雪国へ行っていると色が白くなるのかな。美しくなったね。 こんなきれいな娘になると、お嫁のもらい手が大勢来そうだね。と、冗談を言いました。式部は、そんな冗談が嫌いだったので、赤い顔をしてうつむいてしまいました。ごめんごめん。と、信則は謝りました。しかし信則は、ただの冗談を言ったのではありません。 式部をお嫁にもらいたいという人があったのです。藤原の信孝といって、やっぱり御所に勤めている役人で、前に結婚したことがあるのですが、その奥さんが亡くなってしまったのでした。信孝は、上門の権之助という役で、間もなく山城の国の国司になることに決まっていました。でも、 信孝は四十に近い年で少し式部とは年が違いすぎました。年のことなんか気にすることはないよ。立派な人だしお父さんとも親しい方だ。お嫁に行った方がいいと思うね。兄さんの信則はこう言って熱心に勧めました。式部も信孝をよく知っていました。信孝は 式部の家へも時々遊びに来て、お父さんのため時と学問の話をしながらお酒を飲んだことなどもあります。式部はいろいろ考えました。そして信孝のお嫁さんになろうと決心をしました。長宝元年、九百九十九年の正月、式部と信孝の めでたい結婚式が挙げられました。式部は22歳。兄さんの信則が言ったように、美しい花嫁さんになったのです。信孝には、亡くなった奥さんとの間に、高光という少年がありました。高光も式部がお父さんの新しいお嫁さんになったのを、大変喜びました。 御所の人々鴨の祭り式部の結婚した藤原の信孝は時々変わったことをしたり間違いを起こしたりして人々をあっと言わせるのが好きでしたそして少し慌て者でもありましたまだ式部と結婚する前のことです ある年の鴨の祭りに、信孝は、舞人の一人に選ばれたことがありました。鴨の祭りというのは、京都で名高い鴨神社のお祭りで、毎年4月に春祭り、11月に冬祭りが行われました。このお祭りには、たくさんの出汁が出て、京都の町々を練り歩き、 笛や太鼓で生やしたてるので大変にぎやかでした町じゅうの人が仕事を休んでかもへかもへと見物に出かけます朝廷でもお祝いの式がありましたそのお祝いに若い役人たちが昔から伝わる踊りを踊りますそれを舞人といってなかなか名誉な役目だったのです 信孝はその舞人に選ばれて大変喜びました。愉快だな。私は学問でも人には負けないが、踊りだってうまいぞ。みんなをびっくりさせてやろう。一人でニヤニヤしている時、クロードの神から呼び出されました。そのころ信孝はクロードという役目についていましたが、クロードの神は、 クロードの中の上役です。信孝は急いでクロードの神のところへ行って何の御用ですかと尋ねました舞人の役をしっかり頼みますぞクロードの神はこう言ってからもう一つ大事な役をやってもらいたいのだがはあ、喜んでいたしましょう実はな 馬を引く役だが、あ、あのお役ですか。信孝は、そんなことなら何でもないと、こう思いました。鴨の祭りの時は、天皇様の代わりに、勅使が鴨神社へお参りをします。その勅使は、馬に乗っていくのでした。その時、馬を引いてきて、勅使が馬に乗るまでの世話を、 信孝がすることになったた。のでしたいよいよお祭りの日がやってきました。御所の清涼殿で厳かな式が始まりました。小七力などの奏でる神々しい音楽が頭を下げた役人たちの上を流れる静かな式でした。天皇様もお出ましになって、加茂神社へお参りする直視に、 呉平をたししましたごへいを持った勅使はふと後ろを振り向いて「おや?」というような顔をしました。馬がいなかったのです。その馬は信孝が引いてくることになっていたのです。これは困った。はて馬はどこにいるのだろう早く連れてきてくれないものかな。チョクシは、 あちらこちらを見回していましたが、あっと口の中で叫んでしまいました。なんと音楽を聴いている役人たちの中に、信孝がすまし込んでいるではありませんか。信孝殿信孝殿大きな声で呼ぶわけにはいきません。そっと小さな声で呼びかけたので、信孝には聞こえませんでした。信孝は、 さも楽しそうに小膝を叩たたいて音楽に合わせ拍子をとっているのです。音楽がいよいよ高くなりました。そして舞人たちが立ち上がりました。信孝も立ちました。舞人の役目は忘れていなかったのです。真面目な顔で他の舞人と一緒に手を振り足を上げ袖を翻して 舞を始めました信孝殿は困った人だ。直使はじりじりしてきました。信孝をどなりつけてやりたいと思いましたが、天皇様の前です。大切な式の最中です。そんなことはできません。この様子を見ていた一人の役人がそっと式を抜け出していた。 まを引いてきました。さあ、どうぞ、と、勅使に言いました。勅使はほっと安心して馬に乗りました。そして、音楽に送られ、清涼殿から加茂神社へ出かけていきました。そんなことには少しも気がつかない信孝は、馬の後に続いていく行列に入りました。みんなと一緒に カモ神社まで行くつもりだったのです。クロードの神はさっきから信孝の間違いに気がついていました。信孝殿信孝殿クロードの神はたまらなくなってそばへ駆け寄りました。その怒った顔を見て信孝はようやく自分の役目を思い出しました。はっとして くをすくめました。いけないとんでもない失敗をしてしまった信孝はとてもこのままでは済まされないと考えました屋敷へ戻るとどこへも出ないで罰を待っていましたしかし大したおとがめはありませんでしたこれからは十分気をつけてもらいたい二度とこんなことをなさると 御所へも出られなくなりますぞ。と、クロードの神から厳しく叱られただけで済みました。どうも私はうっかりものすぎる。しっかり役目を務めて人に信用されるようにしなければいけない。信孝はこう考えました。けれども、変わり者の信孝は、まもなく、 また思い切り変わったことをして人々をハッと呆れさせてしまいました御岳参り紀伊と山との国境に金武山という山がありますそこに蔵王権現が祀ってありましたそれを京都では御岳と言っていました御岳へお参りをすると 神様が良い運を授けてくださるというので、この山に登る人が大勢ありました。これを見御岳参りと言いました。私も御岳参りをしようかな。省略2年、991年のことです。藤原の信孝はこんなことを言い出しました。お父さん、私も連れて行ってください。 信孝ののは奥さんが亡くなってから子供の高光と一緒に暮らしていたのです。連れて行ってもいいがお前はまだ子供だ。私と一緒には歩けまい。途中で足が痛いなどと言い出されると困るな。いいえ大丈夫です。お父さんの方がへたばりはしませんか これは偉い元気だな。それほど言うなら連れて行くことにするが、私のお参りはただの遊びではない。権限様によくよくお願いしたいことがあるのだ。だから面白くはないぞ。連れて行ってください。私も一緒にお願いしましょう。ん実はな、私は慌て物でそそっかし。 これを直していただくのだお前も知ってのとおりほら鴨の祭りの日にお父さんは御所でとんでもない間違いをしてしまったおとがめがなかったからいいようなもののたびたびあんなことがあると恥ずかしくて表へも出られなくなるそこで心の中のうっかり者を追い出していただきにお参りをするというわけだふ <laughs> 高光は吹き出しそうになりました。信孝の慌てぶりは役人の仲間で評判になっていました。そしてそれがいつか子供の高光の耳にも入っていたのです。これ、笑うのではない。笑うと連れていかんぞ。はい、決して笑いません。高光は慌てて口を押さえました。 信孝の方がくすりと笑いました。よしよし、連れて行こう。さ、したくせ。支度といっても、すぐに出かけるわけではありません。変わったことの好きな信孝は、またその悪い癖を出してしまったのでした。まず、御岳参りに着ていくものです。信孝は、何か変わった着物を着ていこうと考えました。 見たけ参りに行くときは、普通の人は誰でもみんな白い着物を着ていきます。白いものには穢れがないというので、見たけばかりではなく、山へ登るには白い新しい着物を着るのが昔からの習わしでした。今でも同じような姿を見ることができます。富士山をはじめ高い山へ登る人の中には、 白い着物に白いキャハン、白い鉢巻きをして、六根症状、六根症状と唱えながら行く人があります。あんなのはつまらない、と信孝は言いました。どうしてです高光が尋ねました。神様も白い着物ばかりご覧になっていては飽きてしまうだろうよ。どうだ 高光私たちは素晴らしい着物を着て行って神様を喜ばして差し上げようではないか信孝は染め物屋を呼び寄せましたそして二人の着物の色を注文しました紫のくくりばかまに白い仮り犬山吹色の着物は信孝のもの青い仮り犬に赤い色の混じったのが たかみつはひとめみておどろきました「おとうさんきれいすぎはしませんかこんな派手なきものをきていってもよろしいのですかいいとも何のわるいことがあるものか神さまによろこんでいただこうとわざわざ染めさせたのだそうさこれをきてごらん」。がったきものを、 高密度に着せました。自分も着て得意そうに屋敷を出ました。どちらへと聞かれるとニコニコして答えました。見舞い参りです。ルースをよろしく。すまして答える信孝の後ろ姿を人々はあきれ果てたように見送りました。あんな見なりをして見舞い参りをする人は昔か,からあるまい。 白い着物と決まっているのに、わざわざ派手ななりをしていくとは、本当に変わり者じゃ。きっとチが当たるよ。神様を喜ばせるどころか、失礼に当たるではないか。体を縮めて、怖がる人もありました。信孝は平気でした。みんな驚いているな、愉快だよ。ははは。 そのまま、高光を連れて、三鷹参りを済ませました。人々は、神様の罰が当たるに違いないと言っていましたが、そんなこともなく、信孝にはいいことが続きました。信孝はどんどん出世して、クロードから筑前の国司になりました。式部のような良いお嫁さんをもらうこともできました。 間もなく式部は信孝との間に女の子を産みました。剣士と名を付けて育てました。式部のお父さんのため時も4年の役目を済ませて越前から戻りました。おおいい子だ。初めての孫はこんなにかわいいものかね。ため時はシワだらけの方を 抱き上げたたけししのにま剣士はお父様に似ているようですから学問が好きになることでしょう」うとそばから式部が言いました「いやい私にも似ているから私のような元気者になるだろうよ」。信孝はこう言いました。式部はクスッと笑いました。 おさまのよよ。うになってはいけませんよ剣士のお父様はお酒が好きで遊びもお好き時々は悪い評判を立てられますからねこれは参った信孝は頭を抱えましたお酒を飲むとひどく酔って女友達のところを遊び歩くのが信孝の悪い癖だったのです こんなかわいい子供ができたのだから、これからは気をつけるよ。今までのことはごめんごめん。信孝は真面目になって言いました。本当にそうしてくださいな。この子のために、私のために。お願いいたします。大丈夫、しっかりやるよ。信孝はうなずきました。 信孝の言葉は嘘ではありませんでした。それからはあまりお酒も飲まなければ女友達を訪ねて夜更けまで遊び歩くこともすっかりやめました。ところが、あくる年の春です。京都の町中をつむじ風のように暴れ回った流行り病がありました。たくさんの人が病気にかかって あっといいうまにしんでいきました信孝もその流行り病にかかりました。式部は夜も眠らないで夫の信孝を看病しましたがそのかいもなくとうとう二日目の夜明けに「賢士賢士」子と子どもの名を呼びながら信孝は死んでしまいました。 三人兄弟「ああどうしましょう剣士お前のお父さんは亡くなってしまったのですよ」「式部は剣士を抱きしめて泣き崩れました」「涙が子どものほうに落ちました」「式部泣くのでない泣いたところでどうにもならないそれより」 父のない剣士を立派に育てるのが、これからのお前の大事な務めだよ。お父さんのため時は、こう言いました。ため時だって泣きたかったのです。いいえ、泣いたのです。けれども涙を拭って、式部を励ましたのでした。流行り病で死んだのは、信孝ばかりではありません。親に死なれた子、子に死なれた親が、 あちらにもこちらにもありました。その親や子は式部と同じように悲しい声を上げて泣きました。京都の町じゅうに悲しいすすり泣きが風に混じって駆け巡ったのでした。はやり病は朝廷の中まで広がっていきました。関白藤原の道隆といえば一番位の高い役人でしたが、 その道高も病気になって、ころりと死んでしまいました。後を継いで関白になった藤原の道鐘も病気で倒れました。関白がなくては朝廷が困ります。国の政治ができません。そこで今度は藤原の道長が関白の代わりに内乱という役に就きました。道高、道鐘、 道長の三人は兄弟でしたが、心の中ではお互いに自分が一番偉くなろうと激しい競争をしていました。それより前のお話です。栄冠三年、九百八十五年、火山天皇の時です。しとしとと嫌な雨の降る五月のある晩に、天皇様のお言いつけで、 寂しい夜ではないかこのような晩一人で歩くのは嫌なものだがそうは思わないか突然天皇様が言い出しました居合わせた役人たちはハッとしました返事をするものもありませんうっかりしたことを言えばひきょう者と笑われそうだからです 天皇様はにっこりなさいました昔から度胸試しということが言われている面白いではないかどうであろう一つ度胸試しをしてみる気はないかはっお言いつけならばどこなりと参りましょうそう答えたものがありました道長です道長は 大国殿へ参るがよい。大国殿は御所の中でも一番遠くて寂しいところでした。道高はブラックインへ、道金はジジュ殿へ行って参れ。はっは道高も道金も立ち上がりました。三人は雨の中へ出ると、そこで三方へ分かれました。まもなく、 パタパタと慌ただしく足音を立てて道金が駆け戻ってきました。顔色は真っ青でガタガタ震えています。どうしたのか見苦しいぞ。はっ途中で怪しいやつに出会いましたので大入道でございます。恐ろしい目でこちらをにらんでおりました。と言ってあとは言葉もなく震えるばかりです。 次には道高が逃げ戻ってきました。お許しください。とてもブラックインまでは参れません。闇の中で君の悪い声で笑うものがございます。魔物でしょうか化け物でございましょうかこればかりはお許しを。こう言いながら雨でびしょぬれになった体をカエルのように平たくしてへたばってしまいました。 一番下の道長だけはそんな育児なしではありませんでした。暗い道をどんどん進んでいきました。大入道や化け物なんかいないと道長は思っていました。そんなものは臆病者の気のせいだということをちゃんと知っていました。大黒殿へ着いた道長は刀を抜いて柱の木を少し削って持ち帰りました。 おお、戻って参ったか、道長。怪しいものは出なかったか大入道には合わなかったか天皇様はにっこりとして尋ねました。怪しい者には一人も出会いません。この道長を恐れて逃げ出したものかと存じます。道長はこう言いながら削ってきた柱のかけらを取り出して、 のまへしししたこれがその証拠でございます。夜が明けましたならば大黒殿の南の柱をお調べいただきとうございます。さすがは道長。天皇様は感心しました。役人たちも驚きました。道長は2人の兄よりもえらい男になるのではないか 人々は言い合いました。道高も道金も揃って関白になりましたが、二人の死んだ後、朝廷で勢いを振るったのは、この道長です。道長の娘、彰子は、一条天皇のおそばに上がっていました。道長は彰子の勉強を見てくれる人を探していましたが、ふと式部のことを考えました。 上司の先生には式部がよい、学問ができて美しくて優しい人だ。あの人に来てもらいたいものだ。道長は式部のところへ使いをやって、そのことを頼みました。せっかくですが、もう少し考えさせてください。私は今、一生懸命にしていることがございますので、どうぞ足からず。 式部はこう答えました。式部は何をしていたのでしょう。式部は小説を書いていたのです。その小説は源氏物語です。うまく書けるかどうか自分でもわかりませんでしたが、ただ一生懸命でした。いい小説を書こう。大勢の人に読んでもらえる面白い小説を書こうと。 そればかりを考えていました。弓比べ。道長の兄さんの道隆の病気が重くなった頃でした。道隆の子のこれちかが内大臣で、兄さんの道鐘は右大臣。それなのに道長は大臣よりも位の低い大納言です。道長は、 ででたまりませんでした。ままりせんしふん、兄の道金は大入道を見て腰を抜かした育児なしだしコレチカは私よりっつも年下ではないか兄やコレチカなどに関白になられてはたまらない次の関白には私がなるのだ朝廷だけではない町の人だってみんな私がなるものと思っているに違いない負けてたまるものか むしゃくしゃと一人で腹を立てていました。そして、おりがあったら、道高やコレチカや道金を、あっと言わせてやろうと、その時の来るのを待っていました。やがて、道長が手を叩たたいて喜ぶ日がやってきました。コレチカが弓比べの会を開いたのです。戦争の少ないそのころ、 弓は武器ではありません。身分の高い人々の運動だったのでした。大勢の人が、めいめい自慢の弓を持って、コレチカの屋敷に集まりました。お父さんの道たかも、その日は体の具合がよかったので、高いところから弓比べを見物していました。そこへ、きょっこりと道長がやってきました。おお 盛んですな。私も仲間に入れてもらいましょうか。どうぞ、と、コレチカは言いました。しかし、あまり仲の良くない道長ですから、コレチカはここへ来るとは思っていなかったのでした。では、私から。まず、コレチカが立ち上がりました。キリキリと弓を引き絞り、ひょっと言い放った矢は、 的を外れてとんでもないところへ飛んでいってしまいました。今度は私ですな。道長は弓の名人でした。ぐっと大きく弓を引き絞った姿といい、足の開き方、目の据えどころ、何もかもが法にかなって少しの隙もありません。よっ鋭い声と一緒に矢は鶴を離れパーン 的の真ん中をきまのんをいかがです道長はからかうようにこれチカの方を振り返って言いましたこれチカは悔しくてたまりませんお見事だが一度ではわかりませんまぐれあたりということもありますなるほどなではもう一度道長は二本目の矢をつがえました これも的に当たりました。コレチカは顔を青くして震え出しました。負けてたまるかという気になったのです。私ももう一度やってみる。目を据えて的に向かいましたが、的がちらちら動くようで狙いが決まりません。ええ。やけになったようにうめいて矢を放ちましたが、 やっぱりダメです。矢は的から離れて土の上にずるずるっと落ちました。どうなされた矢はこうしているものですぞ。ごらんなさい。道長は三本目の矢をつがえてから大きな声で叫びました。この道長が関白になれるものならばやよ的に当たれ。 二度とも的の真ん中にあたった道長の腕前です。三度目の矢が外れるわけはありません。パーンと音がしたとき、コレチカはその矢が自分の胸に突き刺さりでもしたように、よろよろとよろめきました。わあと道長に送った大勢の人の拍手も、コレチカには自分を笑っているように思われました。 さすがは道長殿だ。大納言様の腕前はなんと素晴らしいではないか。いかにもいかにも。そういう声を後ろに聞いて、これで失礼します。と道長はさっさとその場から出て行きました。これちかは道長の後ろ姿をいつまでもにらみつけていました。弓比べには負けても。 かんぱくのくらいはわたすものか。心の中で言いました。これでいい。弓比べを見ていた人には、わたしの力がわかったはずだ。と、道長も口の中でつぶやきました。賢くて強いものが勝つに決まっている。わたしがなる。これちかが道長を憎んだように、 道長もこれちかをよく思いませんでした。お互いに自分たちの出世のためには、兄弟でも親子でも押しのけようとしていた時代だったのです。その頃の朝廷では、藤原氏の勢いが強くて、関白も藤原氏なら、式部のお父さんのように位の低いものも藤原氏でした。朝廷の役人は、 みんな藤原氏とも言えたくらいです。それなのに藤原氏の人たちは自分が上になろうとして醜い争いを続けたのです。自分が出世するためには女の子が生まれると小さいうちから朝廷へ差し出して天皇様の置き先にしようとしました。道長もその一人です。娘の少子を朝廷へ差し上げたのは そういうい心があったからですしかし道長はなかなか利口な人で仏教を信じ仏の道を守り大きな寺を作ったこともありましたずっと後のことですが次のような面白い話もあります白犬の手柄道長が出世して左大臣になってからのことです 鴨川のそばに大きな寺を建てることになりました。道長は大工や左官の働きを見るのが楽しみで、毎日、牛車に乗って、不審場へ出かけていきました。ある日のことです。気がついてみると、一人の若い男が本を読みながら牛車の牛の手綱を引っ張っていました。関心な若者だ。 なんというものかな道長は若い男の顔をじっと見ていました。ところがあくる日も若者の姿を見つけました。ちょうどお昼の休みで大工や妊婦たちはわいわいがやがやおしゃべりをしていましたがその若者だけは仲間に入っていません。少し離れた木の陰で昨日のように熱心に本を読んでいました。 道長は若者に近づいていきました。お前は学問が好きなようだが、学者になりたいのかじっと若者の目を見つめました。そしてびっくりしました。若者の目は、ただの目ではなかったのです。瞳が二つありました。瞳の二つあるものは、すばらしい学者になると。 昔の中国の本に書いてあるのを道長は知っていたのです。若者はその日から牛飼いをやめて学問をすることになりました。道長がそうしてやったのです。大江の正裕という学者の弟子になって大江の時宗と名乗り、正裕にも負けない立派な学者になりました。 時宗は牛飼いの頃から一匹の白犬を飼ってかわいがっていました。ある時いつものように道長が牛車に乗って出かけようとするとその白犬がしきりに吠えながら道長の靴や裾に食いついてどうしても離れません。そればかりか白犬はぐいぐいと力いっぱい引っ張ります。おかしなことがあるものだ。 何か訳があるのだろう。阿部の生命を呼んでまいれ。道長は家来をやって生命を呼び寄せました。生命は占いの上手な人でした。学問の進んでいないそのころに地震や大風などをきちんきちんと言い当てることができました。生命、白犬が私の邪魔をするが、なぜだろう。 お前はどう思うかな？は占ってみましょう。生命は目を閉じて考えていましたが。左大臣様これは一大事でございます。そこの木の影を掘らせてみてください。左大臣様を恨んでいるものが呪いを仕掛けているようでございます。道長は驚きました。 すぐに木の影の土を掘らせてみると、これはどうでしょう。鉄瓶の蓋を二つ結び合わせて、その蓋に赤い字で、「一と書いてありました。手をおつけになってはいけません。生命は懐から紙を出して、小鳥の形の切り紙細工を作りました。そしてそれをふっと空へ吹き上げました。 すると、紙の小鳥はふわりふわりと南の方へ飛んでいきました。道長の家来たちは後を追いかけました。やがて、紙の小鳥は一軒の家に入ったので、それと家来たちが踏み込んでいきました。家には、年取った坊さんがいました。家来たちを見ると、慌てて逃げ出そうとしましたが、 そうはさせませまん悪いやつ左大臣様を呪ったな家来たちが坊さんをぐるぐる巻きに縛り上げ道長のところへ引き立てましたお前は何者だ誰に頼まれて私を呪い殺そうとしたのかははいある方に頼まれたのですが名前を申し上げることは できませんよしよし言わないならそれでもよい私には誰であるか分かっている道長は坊さんを許してやりましたこんなことのあったのも道長の勢いが強すぎたため憎む人があったからでした坊さんに道長を呪わせたのは堀川の左大臣秋光という人で 重い罪人になるところでしたが、時宗の鳥なしで命だけは助かることができました。それにしても手柄を立てたのは白犬です。危ないところを助かったのもみんなお前のおかげだ。道長は白犬の頭をなでてあり、それからはこの犬を一層かわいがるようになりました。道長の作った和歌に、 次ののようなものがあります。この世はば、我が世とぞ思う望月のかけたることもなしと思えば、十五夜のお月様はまん丸までかけたところがない、私もその丸い月のようにかけたところがない、しようと思えばなんでもできる、この世の中は、 まるで自分のもののような気がする。こういう心を和歌にしたものです。なんと道長の勢いは素晴らしいものではありませんか。この道長から御所へ上がるようにと言われたのですから、式部はいつまでも嫌と言ってはいられません。式部ははじめ道長の屋敷へ行って、彰子の妹たちの学問の相手をしましたが、 後には少子に仕え天皇様の御殿へ上がるようになったのです。歌と踊り、競争相手、式部が少子の御殿へ上がったのは刊行4年、1007年の12月、もうすぐ正月という29日で30歳の時でした。 式部はそれまで御所へ行ったことがありません。御所は天皇様のおいでになるところで、位の高い人や身分の良い女の人たちが大勢おそばについているのだと思うと、式部にはそこへ行くのがなんだか恐ろしいような気持ちさえしました。私のようなものに役目が務まるかしら。そんな心配もありました。 式部はむすめのけんしにいいましたおかあさんはいっしょうけんめいにやってみますおまえはおじいさまのところへいっておとなしくしているのですよおかあさんはときどきおうちへもどってきますからねええおじいさまのおっしゃることをよくきいていますよくわかるわねけんしはかしこいのね 式部は剣士を抱きしめました。お前のことは一日だって忘れません。それから源氏物語のことも。お母さんはあの小説だけはきっと書き上げるつもりですよ。源氏物語はまだおしまいにはなりませんでした。五条、十条と書き続けましたが。 だんだん面白い話になっていくのが式部にもよくわかりました。源氏物語はみんなで54条ありますが書き終わったのはそれから4年目の観光8年、一0 1 1年頃と言われます。昔々、いつのことかわかりませんというような書き出しで、光源氏という 美しいい王子ののことを書いたものです。大人の読む小説ですから子供には難しいですが今でも日本の小説を勉強する人は誰でも一度は「源氏物語」を読みます源氏物語を研究して博士になった学者も大勢います外国でも「源氏物語」は有名で 世界で一番古い長編小説と言われているくらいです。ある外国人は、こんな立派な小説が千年も前に日本にあったのか。こう言って感心しています。大人になったら、「源氏物語」を読んでください。その頃の朝廷の様子や朝廷の人の暮らし、考え方などがよくわかって、式部は偉いな。 と思うに違いありません式部は御所へ上がってからも周りの人の様子をよく見たり調べたりして小説の中に書き入れました朝廷には今でも歴史に残る優れた女の人たちが二人も三人もいました小説を書いた人もあります和歌を作った人もあります 日記を書き残した人もありました。どんな人がいたでしょうか。泉式部は紫式部と同じように少子中宮に仕えた同じ時代の人です。和歌が上手で死んでから和歌を集めた本が出ています。泉式部の娘の古式部のない子もお母さんに負けない和歌の名人でした。 あまり上手なのでお母さんの泉式部に悪いところを直してもらっているのだろうといううわさが立ちましたお母さんの泉式部が遠いところへ旅をした時のことでしたある人が古式部が本当に和歌の名人であるかどうかを試そうとしてこう聞きました古式部さんお母さんのところへお使いを出しましたか いいえ、お使いなどは出しません。まだ手紙も参りません。と言って古式部はすぐに和歌を作ってみせました。あまり上手な和歌だったので、その人はびっくりして恥をかいたということです。赤染右衛門も和歌が上手でした。泉式部と赤染右衛門は紫式部と仲の良い友達で、

ある雪の降る日でした。御所の庭は雪で真っ白なのに、まだまだ雪はやみそうもありません。中宮様は雪見をしていましたが、後ろを向いて清少納言に言いました。高炉法の雪はどんなに美しいだろうね。はい。清少納言はすいっと立ち上がりました。そして、 する,すると静かにすだれを巻き上げました。おお、さすがは昭納ごん。と、中宮様は感心なさいました。これには訳があります。唐の時代の中国に、白楽天という有名な詩人がおりました。白楽天は年をとって、香炉峰という山のふもとに小屋を作って住んでいました。 山に積もった雪を見て詩を作りました。その中に、高炉法の雪はすだれを掲げてみるという言葉がありました。学問のできる清少納言はこの詩を知っていたのです。中宮様の言葉を聞くとすぐにこの詩を思い出してすだれを巻き上げてみせたのです。枕草詩は しでたになりました道長の奥方の凛師も読みました。これを読みましたかとある日凛師がき部に聞きました。まだ読んでおりません。それでは持っていらっしゃい。あなたは小説を書いているのですからきっと何かの役に立ちましょう。 琳氏は本を貸してくれました。式部は熱心に読みました。そして上手に書けているとは思いましたがあまり感心しませんでした。あの本はどうでしたかなかなか面白いでしょう。琳子に聞かれて式部は困ってしまいました。人を悪く言ってはいけません。人の悪いところを探して あれこれというのが識部は大嫌いでした。知っていることでも知らないような顔をしているのが好きな識部だったのです。識部がうつむいて返事をしないのを見て、そばから三治長が言いました。「枕の喪司は大したことはないよ。源氏物語の方がずっといいね。そうだろう。」識部はやっぱり黙っていました。 けれども心ののの中でではその通りだと思っていたのです。優しいけれども心の強い式部は清少納言よりももっともっと人を感心させる立派な小説を書こうと思っていたのです桜の花式部は誰とも争わず仲良くしようと思いました 人と争ってはいけません。みんなが心を合わせていけば、五天は平和で楽しいところになります。仲良くしましょう。あの人は嫌、この人は嫌いなどと言ってはいけない。ニコニコしあって楽しく暮らしましょう。心の中ではいつもこう考えていました。けれども、こちらで仲良くしようとしても、 向こうで意地悪くする人もありますしどうしても好きになれない人もあります清少納言などはどこであってもツンと横を向いて挨拶をすることもできません式部もつい嫌な顔をするようになってしまいました仲良しだったのは伊勢の太夫です太夫は式部よりも後から御所へ上がりました お父さんは、伊勢の皇太神宮に仕えていた新官です。太夫は若くて美しい人でした。まあ、きれいな方。おとなしそうな方だこと。式部は、初めて太夫に会ったとき、びっくりしたくらいでした。太夫は、黒いぱっちりした目で、じっと式部を見て、にっこりしてから、丁寧に挨拶しました。 式部様、私、あなたにお目にかかれて、こんなうれしいことはございません。本当にうれしそうに言いました。なぜでしょうあなたにお目にかかるのは初めてでしょう式部もにっこりして言いました。でも、と太夫は恥ずかしそうに言いました。私は、源氏物語を読ませていただきました。 あの若紫が大好きなのでございます。若紫というのは、源氏物語の中に出てくる優しくて美しい女の人です。悲しい身の上を一人でこっそり泣いているような人でした。若紫は小説の中の人ですよ。あなたがどんなに好きでも若紫には会えませんわね。いえいえ。 会えますと太夫は言いました。若紫には会えなくてもよろしいのです。式部様にお目にかかってお話をしていれば若紫に会ったのと同じです。だって式部様はまるで若紫のような方なのですもの。あらあら式部は少し顔をあからめました。 太夫は和歌を作って式部に見せることがありました。とてもお上手です。式部は言いました。お世辞ではなかったのです。心から感心していたのでした。観光5年、1008年の春のことでした。奈良の興福寺から使いの者のが桜の花を持ってきました。 きれいに咲いた桜の花は見事なものです。今折り取ったばかりのように生き生きと見えました。興福寺から花のお使いが参りました。おお、さようか。知らせを聞いた道長はすぐに支度をして使いのものに会いました。使いの待っているところまでは長い廊下を歩いていかなければなりません。 道長の後ろからは御所に仕える女の人たちがぞろぞろと続きました。式部もその中の一人でした。伊勢の太夫もいました。使いの者から桜の枝を受け取るのがその日の大切な役目で、式部がその役にあたっていました。ご苦労であった。道長は使いの者に言ってから、 あれをと桜の花を見てから目を式部に向けました。桜の花を受け取るようにという言葉の代わりだったのです。はい。式部は一足前へ出ましたが、その時太夫の姿が目につきました。そうだわ。と式部はつぶやいて足を止めました。今日の大役を 太夫のそばへ行って「私の代わりに花を受け取ってくださいな」とそっと言いました「え私がでございますか?」。太夫は不思議そうに目を見張りました「そうですお願いします」さ。さあどうぞ。太夫は少しの間まごまごしていましたが。 静かに前へ出ました。両手を差し出して重そうな桜の枝を受け取りました。花はゆっさゆっさと揺れました。若くて美しい太夫が咲き満ちた桜の枝を捧げた姿は何とも言えない華やかさでした。ああ、きれいだこと。見ていた人たちはほっとため息をつきました。 道長もにっこりとうなずきました。太夫、はい、お使いの方にご挨拶の和歌を読んでくれ。かしこまりました。太夫は桜の枝を手に捧げたままでしばらく考えていましたが、やがて小声でしかししっかりした調子で和歌を読みました。 いにしえの奈良の都の八重桜今日ここの絵に匂いぬるかなこの和歌の意味は次のようなものです昔は奈良が都でした奈良の都は桜の花のように美しかったといいますが今では京都が都ですでも桜の花だけは 奈良に残ってこんなにきれいに咲きました。その花はこうして京都の都の朝廷へ運ばれてきて、ほら、こんなによい匂いがするではありませんか。この和歌は大変評判になりました。あとで百人一首の中にも加えられました。道長は喜んで、という。 今日は立派であったぞ」と褒めました。「私まで自分のことのようにうれしく思いました」と式部も言いました。「太夫はどんなにうれしかったでしょう式部様あなたのおかげです。胸がドキドキしてうまく和歌ができませんでしたがあれでよろしかったでしょうか?「よろしいどころか」。 私などはとてもあれほどには作れません。今日のお役目をあなたに代わっていただいて大変助かりました。式部は太夫を褒めました。ありがとうございます。式部様に褒めていただけたのですもの。私うれしくてうれしくて。これからはもっと勉強いたします。太は、 目に嬉し涙を浮かべて何度も何度も言いました朝の庭御所には式部お姉さんのように思っている者が大勢いました式部が優しくて人に親切だったからです小少々もその一人でしたお姉様小少々は 式部をこう呼びました。中宮様は土門殿へおいでになるそうでございますが、ご存じですかある日、小少女が言いました。土門殿というのは、道長の屋敷のことで、土門王子の南にあったので、そう呼ばれていたのです。まあ、そうですの。式部は初めて知りました。 すると、あなたも私も、中宮様のお供で、あちらへ参ることになりますのね。少子中宮には、近く、赤ちゃんが生まれるのでした。それで、お産のために、お父さんの道長の屋敷へ行くことになったのです。観光五年、一0八年の春、中宮様は、土御門殿へ移りました。 そして秋です。赤ちゃんの生まれる日も近づきました。屋敷の木は池の水に影を映していました。池から流れ出る小川の水はちょろちょろと音を立て、風の音と一緒になって、秋の歌を歌っているかのようでした。夜明けの空がだんだん明るくなる頃、屋敷の中からは、 坊さんの読むお経の声が高く低く聞こえてきました。どうぞ、中宮様が無事に丈夫な赤ちゃんをお産みになるようにとお祈りをしていたのです。その時、ことことと人の足音が聞こえてきました。早く格子を開けてくださいな、そんな声がします。 まあ今日もいいお天気。まるで絹を張り詰めたような空です。こんな声もします。式部はそっと起き出しました。そして柱に寄りかかって庭の景色を見ていました。木には薄い霧がかかっていました。草むらには萩の花がこぼれ林道がのぞいていました。誰かが 白い霧を分けるようにして草むらの中の小道を歩いてきました。その人は小川の岸にしゃがんで木の葉を取り除いていました。おや、あれは左大臣様。式部は驚いたようにつぶやきました。左大臣道長は娘の少子中宮の初めてのお産が心配で、 じっとしていられなかったのでした。小川に木の葉がたまっては流れの音が大きくなります。中宮様がうるさく思うでしょう。道長は音を小さくしようとして木の葉を取っていたのです。草むらにお見返しの黄色い花が咲いていました。おお、これはかわいい花だ。道長は 美しく咲いた御見石しの花を折ってくるりとこちらに向くとにっこり笑いました。式部ははっとして急いで部屋に駆け込みました。そして貴重の陰に隠れました。左大臣様がこちらへ来なければよいけれどと式部は体を小さくしていました。式部の心がわからなかったのでしょうか。 道長はどんどん部屋に入ってきて、記帳の上からぬっとおみないしの花を差し出しました。おみないしの花のつぶつぶが5つ6つ季部の膝にこぼれました。式部さん、おみないしの和歌を1つお願いする。道長は花を右左に揺すりながらこう言いました。 和歌の上手な式部でも、いきなりでは困ります。その上、少し慌てていたので、すぐにはできません。ちょっとの間、考え込んでしまいました。き部さん、どうなされたすぐにはできないとおっしゃるかな道長は催促をしました。式部は、すずりを引き寄せました。そして筆を取って、 すらすらと書きました「お恥ずかしい歌でございますが」「書いた和歌を記帳の横から差し出して道長に渡しました」「お見なえし盛りの色を見るからにつゆの輪きけるみこそ知らるれ」「道長は声を出して読みました」 この和歌の意味は、おみなえしの花はなんと美しいのでしょう。これは朝のつゆがかかっているからでしょう。つゆはおみなえしばかりひいきにして、私のことは少しも考えてくれません。だから私は起きたばかりの恥ずかしい姿を人に見られてしまったのです。というのでした。 そうだったか。これは失礼しましたな。と、道長は詫びを言い,いました。それから道長は、返事の代わりに和歌を作って式部に渡すと、今度は後も振り返らずにさっさと行ってしまいました。まあ、よかった。式部はほっとしました。お姉さまどうなさいましたそこへ、 少々が来ました。すっかり着物を着替え、中宮様の前へ出る支度を済ませていたので、白い百合のようにきれいでした。お姉様、中宮様のおさんまでは、幾日もないとのことでございます。王子様でしょうかそれとも、お姫様でしょうかわかりませんわ。でも、王子様でしたら。 中宮様や左大臣様がどんなにお喜びになることでしょう。そうですわね。きっと王子様でしょう。小少将も式部と同じように王子様がお生まれになるようにと心の中で祈っていました。王子誕生。昼はお経の声でにぎやかな土御門殿も。 夜更けになるとひっそりと寝静まってとても静かになります。式部は冷たい廊下を一人で歩いていました。するとある部屋の障子が開いていました。風が吹き込んで気調がゆらゆら揺れています。誰が寝ているのかしら。風邪をひいてはいけないから障子を閉めてあげましょう。 一人ごとを言い,いながら何気な,なく中を覗いてみました。すやすやとベの最小が寝ていました。最小は何にも知らずによく眠っていました。綺麗な眉に赤い唇。その唇が少し動いているのは夢でも見ているのでしょうか。式部はそばへ寄って最小の額に そっと手を触れてみました。かわいらしい方、こんなところで眠ってはいけません。ぴったりと障子を閉めましょうね。小さなつぶやきでしたが、彩翔に聞こえました。彩翔はぱっちりと目を開きました。あらと急いで起き上がろうとしました。いいのよ、どうぞそのまま。 式部は優しく言いました。お疲れになったのね。このように忙しくては、誰でも疲れてしまいます。私も体が痛みます。部屋行って休みましょう。あなたもゆっくりお休みなさい。すらりと立って式部は出て行きました。後ろ姿を見送って、親切な方。 だから式部様はみんなに評判がいいのだわ。最初はこう言いました。どこでも式部の評判はよく大勢の人に好かれました。道長の奥方の林氏もやっぱりその一人です。林氏はある日見事に咲いた菊の花を式部のところへ持たせてよこしました。中宮様のお産ももうじきで 皆さんもさぞお忙しいことでしょう。この花をご覧になって心を休めてくださるように。使いの者は言いました。式部は菊の花を大勢のものに分けてみんなで楽しみました。五点であげるお経の声は一日ごとに高くなりました。中宮様のお産の日がいよいよ近づいたのです。 お生まれになるのは王子様かしらそれともお姫様かしら王子様ならいいけれどきっと王子様ですわお経の声の間にはこんなひそひそ話も聞こえました少子中宮は真っ白い着物を着て真っ白い布団の上で静かにお産の日を待っていました9月11日 中宮はお子様を産みました。やっぱり男のお子様でした。めでたい王子様だ。御殿中に喜びの声が上がりました。この王子様が後に厚平親王となられた方です。お父様の一条天皇は大変お喜びになって、土帝殿へ、 王子にににおいでになりました。その日式部は小少々と髪を溶かし合ったり和歌を作ったりしてから天皇様をお迎えしました後に式部はこの日の様子を詳しく日記に書いています10月16日に天皇様がおいでになりました屋敷はその支度で大変でした 庭の池には中国の船に似せて作った船が浮かべてありました。船をこぐ子供たちも中国人の身なりをしていたので中国とはこんなふうな国かと思われたくらいです。昼近くなって船では音楽を奏で始めました。天皇様をお迎えするためだったのです。天皇様がおつきになりました。 おじいさんの道長が王子様を抱いて天皇様の前にうやうやしく進みました。おおと天皇様がうなずかれたようです。日が暮れかかると夕日でパッと赤く染まった庭を大勢の着飾った人たちが音楽に合わせて踊りながら池から築山の方へ歩いていきました。さらさらと 松の木に風がりり渡ります。笛や鼓の音も松風の音と一緒になって何とも言えない不思議な音楽に聞こえました池には小さい波がひらひらと動き水鳥がスイスイ泳いでいきます天皇様が御殿へお入りになった頃階段の下では太鼓や鼓を打ち鳴らしました 琵琶を弾く人、ことを弾く人、笛を吹く人、それに合わせて大勢の人々が歌ったり、手を叩たたいたりしました。賑やかな踊りと歌は、夜が吹けてもなかなか終わりそうもありません。ごちそうが山のように盛り上げられています。位の高い人も、低い人も、心はみんな同じです。 めでたいめでたいと木の下岩の陰に集まってごちそうを食べ笑いざわめいていましたそして空にはまん丸い月が出て庭にはかがり火が赤赤と燃えていました若紫王子様が生まれて 五十日目の十一月一日には、また盛んなお祝いの式が挙げられました。大臣をはじめ朝廷の役人たちは、それぞれ美しく飾られた牛車に乗って、土帝殿に集まりました。中に、中納言藤原の金刀もいました。金刀は若も詞も音楽も上手という珍しい人でした。 道長が大井川で船遊びをしたことがあります。その時、金刀も呼ばれて、その船遊びに加わりました。川には船が二艘浮かべてありました。一艘は和歌の船で、和歌を作る人だけが乗り、一艘は詩の船で、詩を作る人が乗ることになっていました。あなたはどちらの船へ乗りますか 道長が金刀に尋ねましたこちらに乗りましょう金刀は和歌の船に乗り込みましたそして上手な和歌を作って人々を驚かしましたがあとで友達に言いましたうっかりして和歌の船に乗ってしまったが詩の船に乗ればよかった死ならば和歌よりももっと上手に作れたと思うと 残念ですまたこんなこともありました。金刀の屋敷の桜がきれいに咲いたというので、四五人の友達が花見にやってきました。これはこれは、よく来てくださった。何かご用ですかいや、そうではない。あまり桜がきれいなので、和歌を作ろうとみんなでやってきたのです。 金刀と友達は花の下で和歌の作り比べをしましたが、誰も金刀にはかないません。金刀の和歌はとても上手でした。和歌の上手な金刀、詩の上手い金刀と金刀の名はだんだん高くなっていきました。王子様の五十日目のお祝いの日も金刀の姿が見えると、 あれが均等だ。評判の方だ。今日はどんな和歌を作るかな。あちらこちらで噂をしています。お祝いの式は重お々もおもしく賑やかに進んで、おしまいに酒盛りになりました。式部は大変疲れたので、そっと自分の部屋へ引きこもりました。貴重の隙間から冷たい風が吹き込みました。 風と一緒に音楽も聞こえてきます。人々の笑い声も響いてきます。おやふとしき部は顔を上げました。誰かがこちらへ来る足音です。女ではありません。少し乱れているのは酒に酔った男のようでした。足音はすぐそばまで近づいてきました。 若紫はこちらですかな金刀の声でした。記帳の中を覗いたようです。けれども式部は黙ったままうつむいていました。金刀もそれっきりで向こうへ行ってしまいました。若紫とは誰のことでしょう。金刀はなぜ式部のことをそう言ったのでしょうか。 若紫というのは、式部の書いた源氏物語に出てくる美しい女の人の名です。式部が美しくて、ちょうど若紫のようだったので、金刀は冗談を言ったのでした。その日、道長も少し酒に酔っていました。式部の部屋にやってきて、和歌を作って見せてくれぬかと言いました。 とてもすぐにはできません式部は断りましたが道長は承知しません「そんなことはないさあ作ってみせてくれ」では式部は少し考えてからスラスラと短冊に書いて差し上げました「うーん」ひと目見て道長はうなってしまいました式部の和歌が あまりにも上手にもでできていたからですしかもその日のお祝いを歌ったおめでたい和歌をこんなに上手に作れるものは式部のほかにはないと道長はすっかり感心してしまったのです式部は和歌の名人だ人々はこう言いました金刀も式部を褒めました道長も褒めそやしました この二人に褒められたということは、日本中の人々に褒められたのと同じことです。金刀と道長の二人は、位も高く、若や詩のことをよく知っている最高の人でしたから。源氏物語、人の噂、王子様は、すくすくと育って、 日に日に可愛らしくなりました。11月のある日、少子中宮は王子様と一緒に御所へ戻りました。式部もお供をしました。馬の少将という人と同じ車に乗りましたが、車を降りるまで嫌な気持ちがしました。馬の少将は式部を馬鹿にした様子で、ろくろく挨拶もしなかったのです。 おとなしい式部は顔にも出しませんし口にも出しませんでしたが心の中では腹を立てていました身分が低いということだけでこんな恥ずかしめを受けていいものかしら御所へついて車から降りると小少々がそばへ来てそっとささやきましたお姉様嫌、ま、な思いをなされたでしょう。 ええやっぱりね式部は寂しそうに言いましたでもしかたがありませんこれでよろしいのですいいえそれはちがうと思いますお姉まのような立派な方はもっと大事にしてあげなければいけないのに馬の少さ様はいばっていました知らん顔をしていました私悔しくて悔しくて。 そんんなことを言ってはいけません式部は悔しいのを我慢してこう言いました。私も今日はつらい思いをしました。小少女はほっとため息をつきました。お姉さまどこへ行っても嫌なことばかりですわね。私御所へ上がったらもっと楽しく暮らせるものと考えていましたのにすっかり当てが外れました。 あなたのような身分の高い家の方でもそうなんですものこの私なんかなおさらです式部はそう言いながらお父さんのため時のことを思いましたお父さんはどうしていらっしゃるかしらこんな夜は庭へ出て月を眺めながら好きな詩でも作っておいでかしらため時の寂しい横顔が見えるようでした お父さんのことを考えると急に会いたくなりました。式部は少子中宮にお願いしてしばらくの間暇をもらいました。そして屋敷へ戻ることになりました。ため時の頭にはもう白髪が増えていました。頬のしわは思ったよりも深くなっていました。変わらないのは優しい目の色と静かな声だけでした。 式部私はもう一度遠い国へ行くかもしれないよ。ため時はこう言いました。式部はびっくりしました。お父様どちらへでございますのお父様はもうお年寄りではございませんか。無理をなさらないでこのまま都においでください。私もこれからは時々お暇をいただいてお父様のところへ参ります。 どうぞそんなところへ行かないでください」と熱心に引き留めましたそうもしていられないよまだまだ年はとってもお父さんは元気だため時のそばから兄さんの信則が口を挟みました「四鬼武兄さんは偉くなったんだぜ偉くなったんですって何おなりになったの 式部の城になったのさ。どうだ偉いだろう。信則はふふっと笑いました。式部の城は高いくらいとは言えません。けれども、式部の家の身分では出世した方だったのです。そのころは家柄やお父さんのくらいで子供の出世が決まってしまったのでした。式部には信則の心の中が よくわかりました。兄さんはえらくなったと言いながら、本当は喜んでいないのだと思いました。幾日か過ぎると、少子中宮から式部のところへ手紙が届きました。早く御所へ戻るようにという催促です。御所には式部を待っている人たちがたくさんいました。小少女などの仲のよい人たちです。 式部なんか戻らなくてもいいと思っている人もありました。それは式部の名が広まって、源氏物語の評判が良いのを羨ましく思っている人たちでした。佐右衛門のないしもその中の一人です。ある時、一条天皇が式部の噂をして、式部は源氏物語を書いたばかりではない。 なかなか学問もあるそうだ。日本書紀などもスラスラ読めるというではないか。と言いました。日本書紀というのは日本で一番古いと言われる本で、初めから終わりまで漢字ばかりなのです。ですから、女の人でその本を読むことができるのは大変珍しかったのです。その頃、女は仮名の本。 男は漢字の本と読む本が大体決まっていたのでした。天皇様が式部は日本書紀が読めると言ったことがすぐに御所中に広まりました。噂を聞いて悔しがったのはさ右も門の内しです。紫式部でなくて日本書紀のおつぼねと言いましょうか。男のようでその方があの人らしいわ。内子は 会う人ごとにこんなことを言いふらしました。式部は嫌な気持ちがしました。自分では学問のできることなど自慢したことはありません。おとなしくおとなしくといつも人の後ろに隠れるようにしているのに、ないしという人はなんと意地の悪い人でしょう。式部はないしに会わないようにしました。ないしばかりではありません。 なるべく人と口をきかないようにしていました。青い空や静かな風や草や木やそれから本が式部の心を慰めてくれました。御所の人では小少将だけでした。ねえ、小少さん、私たち、いつまでも仲良くしましょうね。お願いします、私。 安心してお話できるのはお姉まだけ小少はうれしそうに言いました道長のいたずらある時式部の部屋に泥棒が入りました泥棒といっても目を隠し顔を隠してこっそり入るようなものではありませんその泥棒は かんむりをかぶって立派な着物を着ていました。こそこそ入ってきたのではありませんでした。廊下をつかつかと歩いてきて、きちょうを押しあけ、いきなり入ってきました。式部の大事な品物を探し出して、にっこり笑うと、また平気な顔でさっさと部屋を出ていきました。この泥棒は誰でしょう 道長は誰も見ていたものはないと思ったようです。しかしただ一人だけ道長の姿を物陰から見ていた人がありました。小少女です。あ声を出そうとしたのを慌ててやめました。急いで隠れてしまいました。 もし道長に気づかれたなら、どんなことになったでしょう。とがめられたかもしれません。叱られたかもしれません。身分の高い者は、身分の低い者には、何でもわがままができたのです。そういう世の中でした。道長が言ってしまったのを見て、小少々は急いで部屋に入りました。部屋は変わったこともありませんでした。 おかしなことがあるものだわ。小少女は考え込みました。御所の中では女の人の部屋に男の人が入ってはいけないことに決まっていました。けれども、道長のような位の高い人は別でした。道長には勢いがありました。おまけに、少子中宮に王子ができてからは、 王子のおじいさんだというので、わがままがひどくなりました。朝廷の役人でも気に入らないものはどしどしやめさせることができました。遠い山国や離れ小島へ島流しにすることも平気でした。天皇様でも道長には遠慮したくらいです。その道長ですもの、式部の部屋へ入るくらいは何でもありません。 欲しいものを取るのを誰も咎め立てすることはできません。ですから道長はこそこそしなかったのです。平気で部屋に入ってさっさと何かを持ち出すことができたのです。小少女は部屋に入って自分の品物を調べてみましたが何一つなくなっているものはありません。きっと四鬼部さんのものでしょう。 何かがなくなっているに違いないわ。小少女の胸はわなわな震えました。早く帰っていらっしゃればいいのに。そこへ式部が戻りました。小少女さん、どうかなさいましたか小少女の顔色を見て式部は不思議そうに尋ねました。い,いえ、私は何でもございません。 でもあなたの顔色は青いようですよ。何か嫌なことでもあったのですかそれなら私に話してごらんなさい。はいあの。ご少々は辺りを見回してから声を落としました。さっき左大臣様がここから出ていらっしゃいました。左大臣様が式部は、 眉を寄せました。道長は式部にとっては大事な恩人です。御所へ呼んでくれたのも道長です。式部の和歌を誰よりも褒めてくれたのも道長です。式部の学問を認めてくれたのも道長です。その上式部の小説「源氏物語」をみんなに勧めている道長です。 天皇様が源氏物語をお読みになったというのも、道長の言葉があったからでしょう。でも、と、式部は困ってしまいました。御所の女の人の中には、式部を憎んでいる人が決して少なくはありません。例えば、さえ衛門の内しです。内しと式部は口争いをしたことはありませんが、内しは式部に、 日本書期のおつぼねなどという嫌なあだ名をつけました。ないしと一緒になって式部のことを悪く言う人もありました。それはなぜでしょう。朝廷に大きな力を持っている道長が式部の味方をするために他の人は式部を憎むのでした。困りましたわ、と式部は言いました。 私はまた悪口を言われるでしょう。わけもないのに意地悪をされるでしょうね。左大臣様がいけないのでございましょう小少々は少し怒ったように言いました。いけません。あの方のことを悪く言ってはなりません。式部は首を振りました。その時です。ふっと思いついたのは、 部屋の隅に置いてある書き物のことでした。書き物というのは、源氏物語の下書きです。源氏物語は、式部が精一杯の力を込めて書いたものです。一度書いて、読み返して、書き足りないところには書き足しをしました。余計なところは削りました。書いたり、消したり、何度も繰り返した上で、 新しい紙へきれいに清書したものです。式部はその下書きを大事にとっておきました。ところが今見るとその下書きがありません。道長が持っていったのはそれだったのです。困ったことになりましたわ。式部にはどうしていいかわかりませんでした。下書きは 人に見せるものではありません。文の下手なところや字の間違いもあるでしょう。そんなところを見られては笑われるかもしれません。あれを見られるのは恥ずかしいことです。細い寂しい声でした。ひどいことをなさいますね。小少々が慰め顔に言いました。 仕方がありません。左大臣様は悪気があってなさったのではないでしょう。いたずらでしょう。式部はこれからは気をつけようと思いました。下書き一枚でもそこらへ置いてはいけないと思いました。大晦日の夜、源氏物語の下書き泥棒は、 怖い泥棒ではありませんでしたが、大みそかには本当の泥棒が入って、式部たちを震え上がらせました。あしたは楽しいお正月。大みそかには御所でも節分の式がありました。外ではあられが降っているようでした。山に囲まれた京都の町は、冬になるととても冷えて冷たいのです。 御所の中も寒々としていました。でも、明日からは新しい年です。あちらこちらに灯された明かりはいつもより明るく燃え上がり、暖かくまたたいていました。式部は、弁のないしと二人でいろいろな話をしていましたが、昼間の疲れのためでしょうか、いつか二人ともうとうとと眠ってしまいました。すると、 カカカタカタカタ変な音がしたようです。式部はハッと目を覚ましました。物音に混じって人声も聞こえました。誰か来てーと聞こえます。おびえた声です。内誌様。便の内しを呼びました。内しはなかなか起きません。小さないびきさえ立てています。内誌様。 おきになってください。今度は肩をゆすぶりました。あら、もう夜明けでございますか？ないしは寝ぼけまなこをこすりました。いいえ、それどころではありません。あの人、声をお聞きください。何か騒ぎが起こったらしいのです。ひょっとしたら。ないしは一度に眠気が覚めたように跳ね起きました。ないし様。 ほら、あの声聞こえるでしょ。聞こえます。おお怖い。ないしは式部にすがりつきました。こうしてはいられません。下御殿には中軍様がいらっしゃいます。行ってみましょう。あなたもいらっしゃい。でも私こんなです。もの。ないしはガタガタ震えていました。 式部も震えていました。でも勇気を出して内しの手を引いて部屋を出ました。下御殿へ行く途中の部屋に女が二人抱き合って泣いていました。どうなさいましたのあの、あの。二人ともガタガタ震えて口がきけません。そこへ食事の仕事をしている年取った女中も駆けつけてきました。 尻部様、これは何としたわけでございましょうあきれた様子です。私にも分かりません。女だけでは心細くて困ります。男の方を呼んでいらっしゃい。清涼殿に兵部の城という方がいるはずです。あ、はい。年寄りの女中は急いで出て行きましたが、すぐに戻ってきました。あの、 兵部の嬢様はもうお帰りになっていました。女中はそこらをキョロキョロ見回しながら心配そうに言いました。どこかに誰かが隠れていそうな気がします。悪者の大男がぬっと出てきたら女だけではどうにもなりません。式部も怖くなりました。どうなされたさあさあ。 私が来たからはもう心配はいりませんぞ。のっしのっしと現れた男がありました。式部の城藤原の助成です。助成は片手に明かりを持ち、片手を刀にかけ、部屋の中を探して歩きましたが、どこにも怪しいものの姿は見つかりませんでした。誰もいない。 泥棒は逃げたと見える。それを聞いて安心したのでしょう。そこここに隠れていた女たちも恐る恐る出てきました。ところであなた方は何を取られたのですかなとなりは女たちに聞きました。はい、お正月に着ようとして新しく作った着物でございます。着物を取られた 物騒なことだ。それで、どんなやつの仕業かなそこらに隠れているなら、この助成がひっ捕らえてやるものを。助成は庭の暗闇を透かしてみましたが、そこにも泥棒の姿はありませんでした。二人の女はいつまでも震えていました。大晦日の夜更けの風は、とても寒くて冷たいのです。 天皇様のお住まいの御所といっても、その頃は、ただ広いだけで、飾り気のないさっぱりしたものでした。垣根は壊れたところがありました。格子や障子の破れも珍しくはありません。入ろうとすれば、泥棒にもわけなく入ることができたのです。まもなく、元日の朝です。今色の初日の光を、 式部は両手を合わせて拝みました観光六年一千九年の初日の出は三十二歳になった式部の肩の上にさっと輝いて美しく気高く見えました琴の音別れの日観光八年 年の6月一条天皇がお亡くなりになりました「良い天皇様だった天皇様がお亡くなりになっては生きる張り合いもない式部のお父さんのため時は悲しそうに言いました私も」と式部も言いましたまもなく 少子中宮様のお子の厚平親王が皇太子になりました。お父様、私、御所を辞めさせていただきたいと思います。式部はため時に相談をしました。御所の務めはなかなか忙しい仕事です。34歳を過ぎた式部は体が疲れました。 とんとんと自分の拳で肩をたたくこともありました王子様は皇太子様になられたし私は年を取りましたここらで御所のお勤めをやめさせていただいて賢士と二人で静かに暮らしたいと思いますがいかがでしょうそうだね賢士も大きくなったから。 しっかり勉強させる方がいいね。賢士は式部の娘で、いつか11歳になっていました。子供の時の式部にそっくりな利口な少女でした。式部が心を込めて書いた「源氏物語」もようやくおしまいになって、今では大勢の人が読んでいました。源氏物語の次に書き始めた、 紫式部日記は去年でやめました。続ければいつまででも続けて書けるのですが、なぜかその先を書く気になれなかったのです。きっと疲れたのだわ。式部はそう思いました。思えばよくも書いたものです。「源氏物語」が54条、その上に日記です。 忙しい御所の務めの間にこれだけ書いたのですから疲れるのは当たり前です娘の賢士は式部が屋敷にいなくてもおじいさんのため時の言いつけを守っておとなしく暮らしていましたでも時々式部が帰ってくると少しもそばを離れずにいろいろと話しかけるのでした「賢士は寂しかったのだわ」 ごめんなさいね。これからはいつも一緒にいましょうね。式部は剣士をかわいそうに思って御所の務めをやめました。本当うれしいわ。黒い目をくるりとさせて剣士は式部に甘えました。式部は久しぶりで自由な体になりました。天気の良い日には、 けしを連れて町へ出かけまへかた。寺参りをしたり時には遠い山まで遊びに行くこともありましたお父さんのたと時はそれを見てニコニコしていましたが本当はそうしてはいられなかったのですため時は金持ちではありませんでした年をとっても働かなくてはならなかったのです四季部 私はまた遠い国へ行くことになったよ。ため時がこう言い出したのはその年もだいぶ押し迫った暮れのある日でした。遠い国とおっしゃると越前のようなところでしょうか。式部の目には雪をかぶった越前の白山が浮かんできました。越前よりももっともっと遠いところ。 もっともっと雪の多い北の国なのだよ。北の国と言いますとまあどこでしょう越後の国だ。寒いところだけれどもお米はよくとれるということだ。行ってみればいいこともあるだろうよ。寂しいだろうが四年の間だ。剣士と一緒に留守番を頼むよ。 はいお帰りをお待ちしております式部は悲しいのを我慢して答えました私たちにはお兄様もおりますから寂しいことはございませんがお父様はたった独りぼっちなんだか心配でたまりません何の何のどこへ行っても本さえあれば私には寂しいということはない 雪の中でゆっくり落ち着いて本を読むのも楽しみじゃないか。ため時は越後へ持ってゆく荷物の中にたくさんの本を入れました。越前の国は大国でしたが、越後の国は上国といって大国よりも下の国でした。京都からもさらに遠いので、行くにも帰るにも道中が大変でした。 わずかな家来を連れて屋敷を出ていくため時は何度も後ろを振り返りました「式部行ってくるよお父様お大事に」見送るきぶ、だんだん遠くなっていくため時の姿その間を冷たい山おろしの風がピューっと吹き抜けました「お父様 どうぞ病気にならないでください式部はこうしてお祈りしています式部は毎日北の方を向いて手を合わせました越後の国は北にあると聞いていたからですお父様は大丈夫だよ歳はとってもしっかりしているそれよりもこの私の方が少し調子が悪いのだどうも 病気にやられたらしいな。兄さんの信則は青い顔をして言いました。信則は御所を休む日が多くなりました。庭の富士の木を見つめてぼんやりと何か考える姿の寂しそうなこと。お兄様、しっかりしてください。式部は気が気でありません。お父さんの留守に、 兄さんに病気になられては心細いと思いました。悪いことは続けてくるものです。見たこともない男が悪い知らせを持ってきました。御所で仲良しだった小少々が急病で亡くなったというのです。式部は和歌を作って小少々の魂を慰めました。くれ沼の 見よば思わで人の世の哀れを知るぞ勝は悲しきこの和歌の意味はそのうちに私も死ぬ時が参りましょうでも今はあなたのことを悲しむ心でいっぱいですというのですでもね小少将さん私は いいきていたいのです私には父がありますし兄もいます娘の剣士のためにも頑張らなければなりません式部は小少々がそばにいるかのようにしんみりと言いました親心京都から遠く離れた国 越後の国へ行ったお父さんのため時からは時々頼りがありました。その頼りは京都にいる式部や信りを非常に喜ばせました。雪が解けたという手紙は嬉しそうに書いてありました。木の葉が落ちたという手紙には寂しい言葉が並べてありました。そして一年が過ぎました。 尻尾、私も越後へ行くことにしたよ。病気の信則が急にこう言い出したのです。わかりました。お父様に会いたくなったのでしょう。お父さんにも会いたい。しかし、本当は体を丈夫にするためだ。田舎の暮らしは体にいいというからね。でも、お兄様、越後の国は。 ととても寒い,というでしょう風邪をひいたら大変です。気をつけるよ。寒いといっても冬だけのことだ。夏はいいところだと言うからね。なあにきっと元気な体になって戻ってくるよ。信則は役所を辞めてただ一人越後へ立っていきました。越後の国までは 半月あまりもかかる道のりと言われました。道も険しく寂しいでしょう。おまけに秋も終わりの頃でした。吹きつける北風の中をとぼとぼと歩いていく信の,のりを思うと式部の胸は痛みました。お兄様、どうしていらっしゃるかしら。毎日式部は信の,のりのことを考えました。ある時は、 お父さんのため時と火鉢を囲んで和歌や詩の話をしている信則の,の姿を思い浮かべました暗い海辺に立ってじっと沖を眺めている兄の姿を考えたこともありましたお兄様お丈夫でね約束通り元気で戻ってきてくださいお父様もお達者でねお二人とも早く 京都へお戻りください。識部はこんなに待っております。識部は娘の賢子を抱きしめてエチゴの国の話をしました。見たことのないところでも人の話で大体のことが分かっていたからです。おじいさまはいつお帰りになるのと賢子が聞きました。再来年、識部は答えて。 一年二年と指を折って数えました。来年が来ました。おじいさまはいつお帰りになるの？とケンシは同じことを聞きました。来年よ。と識部は灯を輝かして答えました。ああ、お父様とお兄様とが戻ってきたら、この屋敷も賑やかになるわ。 どんなにししいことでしょう式部はその日が待ち遠しくてじっとしていられないくらいでしたところが越後の国では大変なことが起こっていたのです信範はたと時のいる役所へ着いて間もなく病気が重くなってどっと寝ついてしまったのでした長い旅が体に触ったのでしょうか それとも北国の雪や風が、信則の弱い体には無理だったのでしょうか。お父さん、すみません。信則はため時に詫びを言いました。私が来なければよかったのです。ついふらふらとこんなところまで来て、お父さんにご迷惑をかけます。いいんだよ、信則。 ため時は何でもないように言いましたお前と私は親子だよ迷惑をかけるとかすまないとか考えてはいけないよそんな考えはやめにしてゆっくり体を休めることだねそのうちには病気もよくなるに決まっているお前がよくなったら式部に手紙を出そうではないかお前は和歌を書くがいい 私は足を作って送ってやろう。信範はにっこり笑いました。ええ、そうしてやったらさぞ指揮部が喜ぶでしょうね。喜ぶだろうよ。お前の和歌は上手だけれど、わしの詩はまずいと、そんなことを言ってよこすかもわからないね。はははは。ため時はわざと笑って、 のぶのりを元気づけようとしましまたお父さん心配ありませんからあちらへ行ってください私のために大切な仕事が遅れては越後の人にも申し訳がありません寝ていても信則はお父さんの役目を決して忘れませんでしたおおそうだ役目をおろそかにはできない お父さんにはしなければならないことがある。お前、寂しくても我慢しておくれよ。大丈夫ですよ。私は和歌でも作っていましょう。ため時は信則の,の布団を軽く叩いてそばを離れました。信りはじっと天井を見ていましたが、やがて口の中でつぶやきました。 都にも、都にも、あとが続きません。しばらくして、またつぶやきました。都にも、都にも、恋しき人のあまたあれば。都にも、恋しき人のあまたあれば。 かわいそうな信則。信りは病気で体が動かなくなってからは、京都のことばかり考えました。京都で生まれて京都で育った信りには、京都より他にいいところはなかったのです。京都の街の景色が目に見えるようでした。都大路を行く人々のきれいな着物や、 静かな足取り、きりこきりこと進んでいく牛ゃのきしむ音が、どこからか聞こえてくるように思われました。仲のよい友達がひょっと現れて、やあと呼びかけるようでもありました。都にも、恋しき人のあまたあれば、と和歌を作りかけたのは、 その友達を思い出したからだったのです。一生懸命に和歌を作ろうとしていた信ののりはそっと体を起こしました。硯箱を引き寄せて筆を持ちました。紙の端を押さえて今作った和歌を書き始めました。けれどもおしまいまで書き終わらないうちに手が疲れてぱったり筆を取り落としてしまいました。 うーん苦しそうな息をしましたちょうどそこへためときが戻ってきました「いやこれはしっかりいたせ」ため時は驚いて医者を呼ばせましたいろいろ手当てをしましたが信範の病気は思ったよりもずっと悪かったのです医者にはもうどうしようもありませんでした お気の毒ですが、私の力ではとても。医者はうなだれてしまいました。一日一日と病気は進むばかりでした。もはや元気になって京都へ帰ることのできないことがため時にはわかりました。病人の信則ももうダメだと諦めた様子でした。お父さん。 私は覚悟をしました。お父さんには申し訳ありません。式部にも会えなくて残念です。ため時は返事もできません。かわいそうな信則とつぶやくばかりでした。そのうちにも信則の,の様子は。 いよいよ悪くなって、息も絶え絶えに、かすかに喉を鳴らすだけになってしまいました。それから幾日かの後に、信範は寂しくこの世を去りました。こんなところへ来なければよかったのに、お前も不幸な子だったよ。ため時は、しわだらけの手で顔を押さえました。指の間から、 涙がこぼれ落ちました間もなくたと時はまだ国司の役目が一年残っているのをやめて京都へ戻っていきました「空へのぼる私は遠い国の一人暮らしが嫌になったのだよ」お父さんのたと時はこう言いました。 かわいそうに、信範は死んでしまった。私はがっかりして、体中の力が一度に抜けてしまったようで、働く気がしなくなったよ。がっくりと肩を落として言いました。国士の役目はまだ一年残っていたけれど、朝廷にお願いして辞めさせていただいた。ああ へ自分の家が一番いいね。ため時は懐かしそうに式部や剣士に言いました。えお父様のおっしゃるとおりです。これからは剣士と三人でどこへも行かずに暮らしましょう。と式部も言いました。そうだよ。 それが幸せというものじゃ。ため時は越後から持ってきた荷物をほどいて信範の和歌を式部に見せました。都にも恋しき人のあまたあればなおこの旅はいかんとぞ思う。思うの「う」の字はにじんでいてよく読み取れませんでしたが。 式部は声を出して何度も繰り返して読みました。「信範はね」とためときが言いました。「それを書くとき手に力がなくて字が書けなかったらしいよ」。涙をこぼしながらやっと書いたのだろう。涙で「う」の字がにじんでしまったのだろう。ためときの目には 涙がにじんでいました。その時の信則の姿が浮かんできたのでしょう式部も涙で目の先がぼーっとかすんできました信則おじさまがお亡くなりになって寂しいわねお母さま私つまらないわそばから剣士も言いましたおじさまは、 剣士をかわいがってくださいまあ、ね、おじさまにおせんこうをあげましょうね。式部は剣士と並んで信則の位牌にせんこうをあげ鐘を鳴らしました。せんこうは悲しいにおいを漂わせ鐘はチーンと寂しい音を立てました。ため時と式部と剣士はあまり外へも出ないで ひっそりと暮らしましまた。冬が過ぎて山々に霞のかかる春が訪れました庭の藤棚に紫の花がたくさん垂れ下がって咲きました金色のアブがブンブン飛び回ります式部は子供の頃のことを思い出しましたお兄様と一緒に花びらを拾った その時お兄様は蜂に顔を刺さ,されて泣きそうな顔をしていたこともあったわ思い出はそれからそれへと続きました式部はこの頃になって体の具合が悪いことに気づきました好きな本も長くは読んでいられませんすぐ横になってため息をつく時が多くなりました今日も とこについたままでにわのふじをながめていましたしきぶぐあいはどうだねためときがしんぱいそうにききましたおとうさますこしつかれただけですそれならばいいがためときはこえをたかくしてけんしけんしとよびましたおじいさまごようですか 娘の剣士はもう大きくなって背比べをしたら式部よりもずっと高いと思われるほどです「剣士お母様におことを引いて聞かせなさい式部お前も聞きたいだろうねええぜひ式部はにっこりして言いました大好きなおことも長い間すっかり忘れていました」 聞かせておくれはい剣士はすらりと立ちました「お前の若い時にそっくりだよ後ろ姿も歩き方もまるでお前のようじゃ」ためときが式部に言いました「本当に私もそんな気がいたします」。式部が答えました。 剣士の引く琴の根は庭の富士の花を揺り動かしやがて空へ昇るかと思われましたおことを聞いていると私とても幸せです式部は独り言のように言いましたその年に剣士の模擬の式が行われました剣士は大人の仲間入りをしたわけです これでよかった。式部はほっとしました。これで母親の役目が済んだように安心したのです。式部が少子中宮にお仕えしたため、小さい時から寂しい暮らしをさせた剣士でしたが、その子もようやく大人の仲間入りするまでになったのです。だが、その間には、夫の信孝や、 兄さんの信範に死に別れるなど、悲しいこともたくさんありました。そして今は自分の体が衰えてきていることにも気づいたのでした。でも式部は泣いてばかりはいません。自分で書いた小説の「源氏物語」が大勢の人に読まれるようになったばかりか。天皇様までが読んでくださったのですもの。 ここんん。なな名誉なことはありません源氏物語を読んだ人はみんなが面白いと言ってくれます。もし何百年何千年も後の,のように読む人があったなら何と言うかしら。式部はこんなことを考えることもありました。すると寂しい心が消えてふくふくと。 胸が膨らむような気がしました式部はそれから間もなく亡く,くなりました昭和五年一0十六年ごろだといわれています年は十九歳くらいだったといいますが確かなことは分かっていません信則も死んだ式部も亡くなった私は この世が嫌になった。誰にも会いたくない。お父さんのためときは、こう言って頭を丸めて坊さんになり、三井寺に入りました。チーン、チーンと鐘をたたき、お経を読んで、信範と式部の魂を慰めました。娘の剣士はどうなったでしょう。 正確にはわかりませんが、御霊贅天皇の夫となり、太宰の第二、高科成明の奥さんになってからは、第二の三味と呼ばれ、幸せに暮らしたと言われています。京都の大徳寺に、式部のお墓と言われるものがあります。学者は本当かどうかわからないと言っていますが、お参りする人も大勢あります。 また、妻には、源氏物語の主人公、光源氏の碑があります。小説の中の人の碑ができたのは、これを読んだ人々が、光源氏を世の中にいた人のように思ったからでしょう。源氏物語は、それほど人の心を動かす力を持った小説なのです。それを書いた紫式部は、なんと、 えらい人ではありませんか。